か。上がってくのか。宝箱いっぱいあるな。チェック、マジックハーブ、防具、防具が欲しいです先生。上上がれるな。いや、アイテム持てなさすぎだよ、ほんと。8個しか持てないってきつくない？チェック。ドッケシ。しかもロケットペンシル持って帰んなきゃいけないんじゃん？どっちだ？ほい。何が入ってるかな。スピードカプセル、スピードカプセル。ちょ、待って待って待って、違う。毒消し草を使って、あれ拾ってないのか。うわー、ちょっと待って、どれを捨てればいいの。ロープいらない、ロープ捨てる。でチェック、スピードカプセルを使えばいいんじゃないか。グッズ、そしたら任天堂のスピードが速くなる。4上がった、いいね。こっち側で合ってっか。なんもないな。あ、バケツ、バケツがあるけど、なんか関係あるかな。バケツの中にペンシルカプセルが入ってる。チェック、ペンシルロケット、あったぜ。これはチェック、マジックハーブはいらない。こっちは炎のバットもいらない。他はチェック、問題なし。うーん、こうか。傷薬、あとはもういいかな。ペンシルロケットをゲットできたから、じゃあロイドのところに戻りたいと思います。はい、戻ってきました。じゃあロイドに話しかけてみようか。わ、これがあの噂のペンシルロケットか。これなら同じものを作れるかもしれないぞ。理科室に来てくれ。なんだその BGM、 仲間になったっけ。あとでダンカンの大工場に行こう。あそこにはすっごいロケットがあるらしいんだ。行けないんじゃないの、塞がってて。勝手に歩いてるわ。みんなが僕のことを弱虫とか毛虫とかアホタレとか噂してなかったかな。弱虫は言われてたかな。おお、後ろを向きで歩いてる。君の持ってるロケットの燃料は、ほら僕の持ってるこの、すっごいだろ。あ、何あって、爆発したんかな。どうすんのよ。あ、話す、話すないの。誰に話している。いい、グッズ、まあペンシルロケットはあるけど、え、どうすんの。このまま出てっていいの。チェック、問題なし。だって何もできないよね。中に何か入ってるわけでもなく、外出たら何か言われる。何も言われはしないけど、
話す。廊下走るんじゃありませんよ。あ、ロイドは武器どうなってんの？レベル1なんですけど、やばくない？え、ちょっとロイドのレベル上げもしなきゃじゃない？これグッズ、ナイフかな。渡す。ロイド、ナイフ使う。装備できないんか。え、ちょっとお家に帰りたいな。こいつ何装備できるんだ。預けてるものを回収したいんだが、それはロイド装備できないのかな。とりあえずレベル上げスタートだと思うんだよね。ロイド何装備できんのよ。他に持ってないもんね。不思議なメガホン渡す。ロイド、グッズ、闇のライト、ペンシルロケット装備させんのか。ロイドにグッズ、ペンシルロケット使う。何も起こらない。違うな。とりあえず弾丸、北って言ったよね。壊せんのか、ペンシルロケットで。そして大丈夫か、ロイド一撃で死ぬんじゃね。ガードしといた方がいい。大変だねこれね。ロイドはガードしてて10のダメージだよ。やばいよ。リトルソーサーガード、よし。レベル上がるか。上がった。最大 HP が2。もうちょっと上がれよ。連続でレベル上がったね。最大 HP が5。もう上がんない。この先じゃないのかな、弾丸工場って。グッズ、ここで使う。ペンシルロケット使う。何も起こらない。問題なし。話すは。どこ行くんだ次は。地図、弾丸工場はどこですか。あー、こっち側に行ってもないもんな。ライフアップ間に合うかな。ガード、うわ、ロイドに行ったわ。意識不明だよ。どうすんのこれ。あー、直しに行かないと。これも病院かな。仲間が、うわ。天使になっとる。はい、病院に来ましたが、この人に話すのか。ロイド、ロイドさんでしたら、さっき運び込まれましたよ。意識が戻らないんですが。治療費190ドル、はい。お金が足りない、お金下ろしてこないと。デパート下にあるね。190ドルもかかるの。レベルが上がれば上がるほどお金かかるかな。グッズ、キャッシュカード。引き出す。200。はい、あんまりたくさんお金持っててもダメだからね。てか、マジカントの国でさ、
防具売ってたのかな。たくさんあったよね。話す。違う違う。ロイド。190、はい。復活したー。元気になってよかったわね。はい。で、弾丸工場、どこって言った？ちょっとアンケートに答えていただけますか？はい。あなたは汽車の運賃を高いと思いますか？いや、いくらかわかんないけど、高いと思います。あなたは不思議なメガホンを使いましたか？はい。ご協力ありがとうございました。お礼のテレホンカードです。テレホンカードなんて何に使うの？電話に使うわな。でも今までテレホンカード必要ですみたいなの言われたことないけどな。弾丸工場どこにあんの？違う。弾丸工場、この町に弾丸が例の店。はいはい。線路の追い場なんてさ、弾丸工場のロケットでぶっ飛ばしちまえばいいと思うんだよね。下かな、また。地図で。なんか下にもう一個点があるじゃん。あそこが弾丸工場なのかな。ちょっと下に行ってみようか。装備がな。ロイド装備が装備が微妙だからな。右出てきたとこじゃん。そう、弾丸工場でちょっとアイテム回収してこようかな、ついでに。はい、ちょっと町まで戻ってきて、装備のことだけちょっと調べてきました。ブーメランって全員装備できるらしくて、で、ここで、ブーメラン買えるから、ブーメランを買ってあげる。で、お金はめっちゃ下ろしてきました。で、グッズ、任天？あ、違う、ロイドが持ってんね。を、使う。で、ブーメラン装備できると。で、防具の方は、マジカンと言ってるのがやっぱ防具っぽくて、マジカントに行くには、メノウの釣り場使えば行ける？行けたー、ということでね。いつでもここに行けるということだ。グッズ預けたい。話す。はい、預ける。闇のライトが分かんないから、ちょっとこれ送って。フランクリンバッジいる？テレホンカードも送る。あとは、不思議なメガホンも送る。ペンシルロケット。ナイフは、今二人とも装備できないがいらない。これでいいかな。で、装備買ってこよう。で、マジカントはやっぱお金下ろせないみたい。下ろすとこがない。それもちょっと調べました。ここだね。で、おすすめ装備みたいなのがあったから、ここじゃない。ここかな？女神の腕輪が防御力めっちゃ上がるらしいので、これを、買います。もう一個。女神の腕輪。はい。いや、ここでしか防具買えないってどうなってんの？どれぐらい上がるんだろう。ディフェンス48、OK。女神の腕輪を使う。ディフェンス。あ、20近くは
上がった。25ぐらい上がったのかな。女神の腕輪を渡すロイドで、ロイドも装備できると。もうこれさ、地上に降りるのってもしかして経由しなきゃダメなのかな、あの下のなんだ、地下みたいなところで、ここで泊まれるから泊まっていく。あとまだお金あるんだけど、話す。安らぎのコイン。違う違う。なんかね、ペンダントもおすすめがあるらしく、雫のペンダントがいいんだって。グッズ、違うわ。売ってた？雫のペンダントなんて。ないよ。ここか。店員みんな同じ顔してんな。雫のペンダントこれだ。はい。で、もう一個買っとく？お金めっちゃなくなったけど大丈夫ですか？雫のペンダント使う。はい。これはなんかね、炎を軽減できるものらしい。あー、違う違う、間違った。渡すロイド。はい、よし、オッケー。防御力は上がってないのか。ディフェンス76、75だった気がするな変わったか。いやでも多分そうだよね、メノウの釣り針使ってもここに戻されちゃうから。あ、おまけビューンだ、ガードして HP じゃないや、経験値もらいましょう。ガード、攻撃やめて。よし、いいぞいいぞ。じゃあ戻っておきましょうかね。で、弾丸工場を探したいと思います。